ベーブラマイナスバウナタール線は、ヘッセン州、ベーブラとカシセル近郊であるバウナタールを結ぶ、電化された伏線の幹線鉄道である。この路線はもともと、フリードリヒビルヘルム北部鉄道の一部として、運営された。ヘッセン選定広告で最古の路線中一つとして、この路線は、ベーブラフルダ区間と合わせて、フルダダニゼンとも呼ばれる。バウナタール・グンタースハウゼン駅バウナタール。 グンタースハウゼン近くの古田川高架橋湖の路線は、バウナタール・グンタースハウゼン駅で、マインベーザー線から分岐する。フリードリヒビルヘルム北部鉄道は、西のベストファーレンと東の中林源を結ぶために、建設された。列車は、古田川及び、国道83号と、並行して走行する。グンタースハウゼン・メルズン源区間は、カッセル地域電車が走行している。 終点である、ベーブラ駅では、チューリンゲン鉄道がこの路線を継承する。フリードリヒ・ビルヘルム北部鉄道の名称は、この路線だけでなく、ウォーバーグとケルシュトゥンゲン区間の全体に適用されている。またカッセル・ビルヘルムスホエー、ベーブラ区間には、傾斜式車両用との速度監視装置が設置されている。八百四十年以来、ザクセンバイマール・アイゼナフハ大公国、 ザクセンコーブルクゴータ公国、プロイセン王国、ヘッセンセン帝公国は東西鉄道の建設について交渉していた。鉄道は東側のゲルストゥンゲン、西側のハウエダの間にベーブラとカッセルを経由する予定であった。1841年に交渉は終了して、1844年にフリードリヒビルヘルム北部鉄道が不設権を獲得した。 1845年7月1日に鉄道の起工式が行われて、ベイブラグクスハーゲン間がまず1848年8月29日開業された。この路線は、グンタースハウゼンまで延長されて、1849年12月29日にカッセル・ゲルストゥンゲン間が開通された。1853年にフリードリヒビルヘルム北部鉄道は、選定校。 フリードリ・ヒビル・ヘルム北部鉄道に1866年プロイセンの併合以後ヘッセン北部鉄道に改称された。フリードリ・ヒビル・ヘルム北部鉄道はヘッセン選定広告の立場で北部ヘッセン及び上ヘッセン地域をマイン川協会と遠距離輸送で連結するクワであった。2006年6月1日にカッセル地方電車がこの路線に導入されて、 同年12月以来キャントス交通が普通列車系統を運営している。遠距離輸送の場合、IC51 列車がこの路線で運行されるが、中間駅ではほとんど停車しない。地域輸送の場合、全区間が北ヘッセン運輸連合の運賃区域に属する。アイゼンバーナトレスドイッチュランド、アーヘン、シュエウォール。 ISBN 978から3から894941451スキュネネッツニューツェングズビディンガンエン DB ネッツピアニッシモ S15-17 2016年5月6日閲覧リニュネッツノルトヘシン NVV でノルドヘシッシャーバーキーサーバーバンド2021年4月7日閲覧北ヘッセン路線の概念図はダウンロード可能 ありがとうございます。